今回はうつ病は無理さえしなければいい。今回お受けしましたご質問は、うつ病は無理さえしなければいいというご質問になります。答えとしましては、再発予防には大事なことだが、人生は再発予防だけではないというふうにお答えします。うつ病を振り返ります。これは落ち込みなどのうつ症状が続く脳の不調です。主には脳内物質セロトニンの不足が背景とされています。再発予防のためには無理をしないことがしばしば求められる精神疾患です。うつ病と休養というところです。うつ病の治療の中で特に頭を休ませる休養が求められることが多いです。その中で焦って考えすぎるなどがあると、うつ病が悪化したり慢性化することがあります。そしてうつ病が改善した後も、再発予防の観点からも休養をしっかり確保する、これを続けることが求められるところです。うつ病と再発予防です。うつ病は治療がうまくいくと薬なしの治癒の状態に至りますが、それでも再発リスクが残って、その予防が必要になります。そしてストレスや疲労がたまるなど、無理をしすぎた時に再発しやすいところも確かです。そのため、再発予防の観点からは無理をしないということがどうしても求められます。ただし、休むことは万能ではないというところ、休養だけでは復帰できないというところはまずあります。うつ病では休養は大事ですけれども、休養しただけで復帰をすると再発のリスクが高いです。状態が安定した後に徐々に行動活性化、いわゆる活動することの脱患者を鳴らすということとも言えます。これを行うことはどうしても必要になります。活動することに十分鳴らして体制をつけた上で、復職などの社会復帰をするということが必要になります。そして、無理をしなければ再発を防げるかというところ、特に復帰した初期は無理をしないことでも再発予防の重要性が高いです。しかし、一方、長い目で見たとき、過度に無理をせず消極性が目立ってしまうようになる場合も経験するところです。この場合、再発は防ぎやすいんですけども、一方でやりがいや人生的な面でも物足りなさがどうしても目立ってきてしまいます。無理をしないが一種の回避になってしまうこともあるというところ、過度に無理をしないことを徹底してしまいますと、一種のストレスへの回避にもなり得るところがあります。そうすると、不安への回避と同様に、表面的には安定するんだけども、何らかの理由でストレスがかかってしまうと再発しやすいことに逆になってしまいます。そして、リスクを感じる似たことへの回避も続いてきますと、活動の幅が狭まって、ある種人生が空虚にもなり得てしまうところがあります。無理をしない以外の再発予防法がいくつかあります。人によっては、ストレスや疲労の発散法、技術としていろんな発散法を改善していくということがあり得るかと思います。人によっては、考え方や対人面の癖があれば、そのやり方をいろいろ改善していく、そういう再発予防の方法もあり得るところです。そして、自分の軸の明確化、自分が何をやっていきたいかということを明確にすることによって、迷いを減らしてストレスを減らす、それによる再発予防という方法もあり得るところです。挑戦すべてが禁止なわけではないというところ、再発を防ぐために必要な不必要な無理に関しては避けることは望まれますけれども、一方で、人生を有意義に行うための挑戦、そのストレス、すべてがダメというわけではないというところです。挑戦をするとストレスがかかります。ストレスがかかる分、他の対策をしっかり行っていって、なるべく再発予防を図っていくことは確かに大事になります。仮に挑戦して再発したとしてもというところ、確かにリスクはないとは言えないけれども、治療を中断などと違って前向きな行動の結果でありまして、治療をしながらの再発ですので、再発の強さ自体は弱めやすいところがあります。そして、早めに気づいて早めの対策をすることで、本格的な再発を防げることも少なからずあります。そして、仮に再発しても、合う薬や療養の方法は分かっていますので、初回と比べると回復はだいぶしやすいことを見込むところです。挑戦とうつ病と医療機関というところです。一般的な話としても、競争の激しさや仕事への没入する必要があるような業種、いろいろあります。チャレンジするような業種においては、うつ病のリスクはどうしても上がるというところは否定できません。この時に早く対応できる医療機関があれば、悪化を防ぐことができるというところです。これは当院でもそこの取り組みをしてますし、日本においては比較的ここは充実してきているという印象を持ちます。このようなバックアップがあれば、多くの人が仮にうつ病になっても大丈夫ということで、安心して挑戦することができて、集団や国全体が前向きに活性化するんじゃないか、そういうことを期待して、私たちも医療行為をやっています。手術後の技法が当初のようにというところです。速球が速い速球が当初が大怪我で手術をすると、しばしばもう以前のような速い球は投げられないということがあります。150キロ投げられた方が130キロになってしまうことは少なからずあります。ここにおいて、
無理をして速い球を投げれば怪我が再発します。一方で投げることを回避し続ければ投手としては続けられなくなってしまいます。対策としては一種の技巧派に転向するというところです。無理まではいかない挑戦は続けるんだけども、他の技術等でその球が遅くなってしまったなどをカバーしていくというところがあります。これはうつ病においても共通するところが多いんじゃないかと考えています。まとめとしては、無理はしない中でできる挑戦をということになります。うつ病の再発予防として無理をしないことは確かに大事ですが、人生に必要な挑戦までは放棄しないことは大事かと思います。無理をしない一本ではなくて、他の再発予防の技術も高めていって、再発予防を防ぐ、そしてその上で人生をやりきることも両立していきます。仮に再発しても今の日本ではバックアップはあると考えます。無理ない中での挑戦は放棄せず、悔いなき人生を送ることは大事と思います。今回はご質問、うつ病は無理さえしなければいいですかというご質問でした。まとめていきます。うつ病の改善や再発予防には休養や無理しないことは確かに大事です。ただしそれが行き過ぎると消極性や空虚感にもつながってしまいます。無理をしないことは大事ですが、それは挑戦を全くしないということは意味しません。他の対策を充実させて、再発予防と人生の充実の両立をなるべく図っていきます。仮に再発してもバックアップはありまして、対策も取り得るため、再発予防に万全を期しつつも、必要な挑戦は諦めず、よりよく生きるということを目標にしたいところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録していただけると、大変励みになります。